近松藩次は、浄瑠璃作者。樹舎で、竹本座と関係の深かった、穂積遺憾の次男として、大阪に生まれる。名は成明。二代目、竹田出雲に入門し、竹本座の座付き作者となり、近松門左衛門に死宿して、近松藩次を名乗る。法暦元年、縁の行者大峰桜の女を書いて、デビュー。 死の没後、竹本座の中心的な作者となり、法暦9年、日高川入合香を、法暦12年、欧州足立ヶ原で好評を博し、法暦13年39歳で立作者となる。明和3年、本庁24校、明和5年、京成阿波の鳴と明和6年、大見源氏先人館、明和8年、芋瀬山婦助帝金、安永9年、 審判家財門と、現在も歌舞伎、文楽で、しばしば上演される、名作群を書き、並木宗介に続く竹本座の前世紀を築いたが、天明三連初演の、伊賀越道中スゴロクの執筆中に死去した。本作は、近松家作により完成、上演された。岡本喜道はその儀曲、近松藩次の詩で、 歌舞伎に押されて、浄瑠璃が衰退していくのを憂えつつ死んでゆく判事を描いた。浄瑠璃研究においては、近松門左衛門に研究が偏っているため、未だ特筆すべき単独の判事研究はない。ありがとうございます。